はい、皆さんこんにちは。今回はね、気になる国際問題、国際事情、ニュースなどに関して取り上げさせていただいて、解説させていただきたいと思います。今回気になったのは、産経新聞の記事で、まずお題を読ませさせていただくと、釜山市が日本との行政交流中断というお題、これに関して読ませさせていただきます。韓国南東部の釜山市は28日、悪化している日韓関係が改善するまでの間、日本との行政交流を、中断すると発表したということです。長崎市での27、28日開催で予定されていた釜山法和大学のテコンドー公演が中止、8月に計画されていた朝鮮通信市の復元木造船の対馬寄港も中止になっているということで、今後は公務の訪日も制限されるということです。釜山市は日本の不当な経済、報復措置を知らしめ、ムン・ジェイン政権と共同で対応するためと説明している。ムン氏の与党共に民主党に所属するオ・ゴドン市長は、市共催の日韓交流行事の全面見直しを表明していた。釜山市の日韓関連行事では、在釜山総領事館前の慰安婦像設置をめぐり、日本政府が2017年1月から現在に至るまで、総領事館職員による市関連行事への参加を見合わせる対抗措置を取っているということです。これに関してです。多くの方が思うのはね、もうここまで日本が嫌いであれば国交断交しろ、そういった声を多く聞きます。これ多分今ね、日韓関係の問題で昨年末から、かなり多くの問題が発生していて、その中でほとんどの方がそういうふうに、思うのかなって感じがします。その中で今コメントを見させていただいて一番多いのが、関係悪化させたのは韓国の方側 だと思うが、何か日本に責任があるような口ぶりだけど、というのこれが 74,215 人いいねがついて713人悪いねです。確かにその通りですね。何かちょっとその、冷静に考えることができないっていうのは確かにその通りだと思います。その中で、関係悪化させたのは韓国の方であって、それに対して日本がって言ってるわけだけど、もう日本に責任があるような言い方、論点のすり替えですよね。そういったところっていうのは、国威というかね、多くの方がもういい加減にしてほしいなと思ってると思います。で、あとは断日こそ、両国の利益でしょうということで、これに関しても、多くの方が、いわゆる国交をね、北朝鮮と同じように南韓国に関しても断交した方がいいというふうに、言ってる。確かにその通りだなって感じがします。それはなぜか、まず嫌いなのにね、嫌いだったら皆さんも例えば個人関係で仲悪い人いるじゃないですか。じゃあどうしますかって離れるじゃないですか。嫌いだったら、じゃあ嫌い同士だったら離れるのが必要だと思います。で、だけど、韓国側としては嫌いなんだけど、日本がどうしても必要なんです、韓国の経済。これは昔から、いわゆる大国に囲まれてきた、小さな朝鮮半島ということで、大陸の属国の時代がありましたから長くね。その中でやっぱり一国だけじゃなかなか太刀打ちができないということで、どうしても大国に委ねなければならないというのが、やっぱ姿垣間見ることができるかなって感じがします。だからいわゆるすり寄り、陽日、そういった言葉がありますけど、その通りかなって感じはするんだけどね。だから今多くの日本人が韓国に対しての印象がすごく悪いのが実情で、その中でやはりこのような形でやるわけだけど、でも日本が必要な時は日本に頼んでくるという、姿を見ると、ほとんどの方が、おかしいと思うのが実情かなって感じはします。非常に難しい日韓関係でございますけどね、世界各地を渡り歩いているといろんな国々を見てきて、いますけどね、いろんな問題があるのが事実だけどね、これからまだまだこういった問題が起こっていくのかなって感じは正直します。